はい、どうも皆さん、おはこんばんちは、チョモランマタケシです。今日も元気に NBA2K モバイルやっていきたいと思います。はい。今日はですね、私、昨日の動画でですね、なんとあの選手を引き当てました、こちらババンとね、ポイントガードに、ね、紅葉が散っておりますけれども、ステフィン・カリー、もう本当に、この 2K モバイルも最強の強キャラと言っても、いい最強キャラをね引き当てまして、もう私もバシコリとね、もうずっとこのステフィン・カリーもシーズンも1からね、もうずっともう使って、もう本当にカリー使いとね、自分でもう自他共に認めるカリー使いやっておりますんでね。でカリー手に入れたんで、じゃあどう取っていこうかなと思いまして、まあせっかくなんでね、もうカリーの魅力を、まあこの 2K モバイルね、まだまだもう皆さんにね、まだ知らない方もいると思うんでね、この魅力を存分に伝えるために、もうカリーをもう存分に使っていく回にしたいと思います。そしてさらに今回もうせっかくなんで、もうシーズン28、私はちょっとまだクリアしてなかったんで、ここバシコリとねカリーを使い込んで使い上げて、見事シーズン28初クリアするところを今日はお届けしたいと思います。ではお願いします。チョモランマタケシの NBA TV。でメンバー紹介ですけど、ステフィン・カリーとデビン・ブッカー、ケビン・デュラント、デニス・ロッドマン、ジョエル・エンビートと、ちょっとオニキスパーを作ってみました。まあ、カリーはアメージですけど、まあね、ちょっとね、ゴールデン・ステート・ウォリアーズパーを作ろうとしたんですけど、ちょっと人がいなくてですね、センターが持ってなくて、そう、これでちょっとね、これ今僕がゴールデン・ステートだけで相当したんですけど、センターがいないんですよね。で、あと他に、まあ、一人なんかルーキーの、これ誰だっけ、クミンガっていう人はいるんですけど、あんまよく知らねえし、まあアメージなんだけど、まあそれだけしかいないんで、ちょっとウォリアーズパーはちょっと断念しました。すいません。ちょっとシーズン28を挑むのにちょっとね、やっぱ人員が乏しすぎたんで、ちょっとさっきのパで行きたいと思います。じゃあ行きましょう。もう早速行きましょう。さあ、私がゴールデンステートウォリアーズでございますので、これでばっこりとね、ぼこしていくところを皆さんにお届けしたいと思います。では行きましょう。まあ、基本的にはなるべく、カリー、得点メインでお届けしようと思いますんでね。その辺も注目しながら行きましょう。早速。行きましょう。さあ、ジャンプボール負けましたけど、まあいいでしょう。はい。で、私は白のウォリアーズでございます。さあ、相手はマレーですね。マレーがいますけれども。さあ、俺そういえばマレー、あれ、2枚ゲットした。マレー2枚ゲットしたんだけど。冬マレー、ウィンターマレー。で、ザイオンも3枚出てきたし、やっぱり頑張れば出るよ。皆さんも頑張ってください。もう取れる、とにかく頑張ってください。出ますんでね、今の期間は。さあ、どうくる。さあ、スクリーンかけて、最初のシュートは決まっていく。やっぶー、やっぱこれっすよね。まあ、今2でしたけど、まあ、カリーがね、今、ファールちゃいましたけど、まあ、ロドマンは完全リバウンド4位ですね。さあ、トップ1位、ペニーかな？芝居てダメ。マレー、合わせてくる。芝居て。え、嘘。KD、お前。落ちろ。決めてくんのかい？鬼マレーだね、でも相手は。早く行くな。仮に渡して、そっちかい、おい！なんかたまーにさ、KD なんかパスミスんだけど。ちょっとどうなっちゃってんの？おい、やばいってこれ。ちょっと待って、やばいってやばいって。鬼マレーが暴れてる。それを沈めんな、この男。カリーしかいない。さあ来い、入れ。ああ嘘、やばい、戻れ。さあマレーが、さあまたペニー。待って、ちょっと待って、おかしい。ちょっと待って、ちなみにもう負けられないんですよね。もう一回と6戦目かな、6戦目ぐらいで一回負けてるんで、もう負けられないんですよ。ちょっとやばいよこれ。やべえ、両方決めてきやがった。行こう。これもちょっと時間かけてらんないんで、これもう得意技。よしよし、信じてる。僕は君を信じてるよ。もう昨シーズンもね、もう君に何度お世話になったか。あなたの、その、ロングロングロングショット、ロングショットで。僕は何度助けられたことか。だから、今シーズンも君の力を借りるよ。ロドマン、君のリバウンド力も借りるよ。そして狩りに戻して。さあ、トップリッチ、切り返して。さあ、スクリーン呼んで、バシコリと当てて、これ来た！ YAFFER! Top coming! Here!
戻ってきました。この感じカリー使いのチョモタケ降臨でございます。ただいま戻ってきました。しばらくねお待たせしておりましたけど、やっとまたカリー使っていけるとほんと嬉しいですよね。ほんと最高ですよ。さあ OK、 さあちょっとギリギリの試合でしたけど後半も行きましょう。さあまあパワー差は勝ってるんでね、マジ負けられないですよ。ただねなんかファールが重んじゃったの、スティールできなかったら納得いかねえのな。 KD が運ぶんだな。ここフリーだから打ちたいんですけどね。まあ打ってもよかったんですけど、まあまあカリーバシコリと使っていきましょうよ。はいスクリーン、あちょっとかからなかった。でも切り返して、はいフリー、 Yeah there Stephen Curry is here。 最高です。このカリーを使える喜びもみんな伝わってますかね。やっぱりカリーなんですよこのゲーム本当に。もうカリーをやっぱおぶん今いいね。ロードマン、ロードマンいいよ。リバウンド大活躍します。さあ剥がして、あーちょっと待って、おーナイス。ロードマン、ロードマン最高マジで。あんたリバウンド王だよ本当に。あんた本当にリバウンド王だよ。さあ来い。イエス、止まりません。いやマジで最高なんすけど、マジでカリーマジで超嬉しかった。マジでしかもこれ1500コインで手に入れられたっていう、本当にありがとう上さん。私も分かってて俺に配ってくれたんですよこのカード。5分の1の確率でしたからね。あれを引かないわけにはいけませんよ。来い。あー待って、クソ今自信あったんだけど。エンビードブッカー、さあスティール、あー待って今のミスった。おお決めていく。ま、完全にメーターミスったんですけど。まあ、さっき外れた分で、プラマイゼロで入ってくれたのかな。でもさっき、その前はね、完璧なシュートだったんですけど。まあ、イエローだったけどね。スティール、だからなんでファールになっちゃうの今の。さあ、ペニー。さあ、トップ道、マレー。どう来る、どう来る。中行ってくる、ゲンプ。さあ、回してて、これタフね。オーケー。イエス、ナイス、リバウンド。さあ、カリーがどう来る、どう来る。はい、これ、剥がしてる。もう完全に剥がしてますけど、まあ、最後ね。おダブルチーム来ました。これね、このゲームね、なんか活躍するとね、その選手に、ダブルチーム、その CPU の場合ね、来る仕様になってるんですよね。来ましたね。だから、大活躍したってことだね。はい、オッケー。じゃあカンファレンスファイナル行きましたんでね。相手は LAC ですね。河合とかいんのかな？じゃあ行きましょう。さあ、相手のパワーもさっきと同じぐらいですね。やっぱ800、900ぐらいは、パワー差がある状況でございますか。お、ホームコートですね。行きましょう。さあ、河合はベンチへ。これベンチでまたコートにいるパターンありますからね。どうでしょうか。いなさそうかな。ラビーンとかなんかブルズパイ出てますけど。まあいいでしょう。はい。ジャンプボール勝ち上げていく。まず仮に渡す。さあ、剣場かな相手。剣場がついてますけど。はい、剥がしてる。オッケー。うそ。やばい。戻れ。お、かわいいんじゃん。鬼かわいいんじゃん。なんでベンチにいたさっき。なんで、かわいい双子なのか。かわいい双子説。やばい。トップ。うそー。ラビーン。ってやばいよ。毎回逆境から始まるな。オッケー、これ抜けた。さあ、タウンズが目の前言わしたけど、クソ！やばい。しばいて。ダメ。あんまスティール行きすぎるとさっきみたいになる。スティール。もう一回。オッケー。さすがに長くキープしすぎた。あれは2回目狙えた。さあ、KD。もう一回カリー。トップ1。カリー、これは、これ決めなかったら。うっそ！おい！何やってんの？今の確かにあれでちょっとグリーンショット出せなかった俺のミスもあるけど、イエローショットだったらもう入って、てよ剣場しばいて入ってくる。やばい抜かれてる。かわい後ろからかわいも欲しいんだよな。さあカリー渡していく。これ決めます。これ決めます。先生宣言。うっそ、やばい。ちょっと待って、もう負けられないんだって。カンファレンスファイナルまで来ちゃったらちょっとやばいって。スランプ早くも、俺のカリー早くもスランプ。ケンバ、中行ってくる。しばいて惜しい。ラビン。トップで1。ケンバ、落としてよ。頼む。よしよし、ナイス。ロードマン。さあ、カリ。トップで1。
やべ、ちょっとミスったー。やべ、くそ、ミスった。ごめんなさい。やばい、ちょっと待って。ちょっとやめてくれ。これは頼むよ。よー、なんとか。いや、でもちょっときついな。まあ確かにカリーだけで攻めてるっていうちょっと縛りを一個設けてはいるけど、パワー差があるんで、まあちょっと後半の逆転に期待しましょう。ちょっと剣馬いきなり。やばい。チェックいってる。落ちた。よし、KD。よし、ロードマン行くよ。トップ、ブッカー。スクリーン。一回ちょっと、これは確実に。これ確実に行くわ。よし、ロードマンいいね。一回カリー縛り一回解きます。自分の中で、カリー縛りあったんですけど、ちょっとこれを、解いて、かわいちゃん。まあいいや。こいつが変えてくれる。こいつが全てを変えてくれる。よっしゃー、待ってた。あ、わかったわかった。後半来るパターンね。前半スランプでやっといて後半来るパターン。あ、そのパターンか。あるある。やべ、飛んじゃった。タウンズ。うわ。さあ、カリー。あ、待って、踏んじゃってたけど。ええぞ。やばい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 。残り1分切ってきました。やばい、これ。入ったら終わる。よし。KD。ナイス、リバン。抜けてる。よし、行け。よーし、カリー。出て出て。全然、まだ大丈夫ですよ。全然慌ててないですよ。全然大丈夫。こう、ボコすから、どうせ。はい、ボコして。よっしゃ。読んでんだよ。あんな甘っちょでパスしてんじゃねえよ、このカンファレンスファイナルの場で。剥がしてる。来い。よっしゃ、待ってた。これなんすよ、カリーさん、あなた。後半で持ってくるパターンだったんでちゅね。どっくりでちょうか。ただ、まだわかんないよ。これ、まず、気をつけて、気をつけて、かわいが。よっしゃ、ナイス、オッケー。毎年。で、最後、KD が、やつを叩き込む。勝ち上げ。やっつあぶね。勝ちました。はい、ということで、ファイナル来ました。相手はブルズですね。ジョーダンいるのかな。さあ、初クリアをいたしましたらね、オニキスカード確定なんでね、何が来るかもぜひお楽しみにしていただければと思います。さあ、行きましょう。さあ、相手はまたラビンいるか。あ、ロドマンいるね。ロドマン、金髪だからすぐわかる。ロドマンバトルになってますけど。さあ、中、合わしてくるけど、はい、速攻ボコス。オッケー、デローザンもいるね。さあ、ガリーが、はい。うん、ちょっと無理だな。今の、あ、やばい、やっちゃった。ターンオーバーしちゃったよ、ガリー。さあ、これ、ホリデーかな、相手。さあ、トップ。失敗。一発目のバル。さあ、ロドマンがスローインです。それをマークするのはロドマンでございますけど、中行ってくれ。やべ。タウンズ。てか、タウンズずっと出てんな。さあ、切り返して。さあ。ちょっと待って、今行けたんだけどね、ステップバックで。はい、これフリー。やばい。いいよ、もう後半来るパターンは、もう前半から決めてくれよ、ガン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 よ。さあ、しばいて。いいね、前出し。さあ、KD。さあ、KD が。これフリーで打っちゃいます、これ。やっすー、抜いていく。最高。最高です、今のシュート。あんた惚れちゃうよ。オッケー、ナイス。甘いよ、あのパス。あのパスを出すにはちょっと10年早いな。さあ、カリーがトップの位置で、テクニックを見せていくのか。まあ、スクリーンをここを呼んで、はい、バシコリと当てて、はい。デローザンついてきてない。やっすー、決め決め。最高。もう、好調、好調です。ゴールデンセイトが圧勝する絵がもう見えました。さあ、飛んじゃった。大丈夫か。デローザン。デマーが合わせる。タウンズ。もう一本スリー決めたいね。カリー。トップの1。もう一回切り返して。はいで。やばい。これも同点されちゃうよ。戻って戻って。飛んじゃった。やべ。ロードマン、お前にはスリーはない。オッケー。さあ、デマーが。トップの位置、最後こいつで来るのか。デュラントの1対1。合わせる、下でボコしてる。オッケーオッケーオッケー。まあ2点リードしてる状態でございますのでね、このまま
最後カリーフィーバーさせていこう。マイボーからのスタートでございます。さあトップの位置、これはい、これ打つパターン、イエローだけど、よし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 、もう最後もボコ勝ちしていこう。もうこれ最後ボコ勝ちして、さあトップの位置、ホリデー、芝居ってダメ、タウンズ、芝ける、オッケー、いいよ。でカリー走ってる、でここで待って、今危ない危ない危ない、くそ、落ち着け、繰り返して、もう一回切り返して、なんかスクリーンかけて、こっちスクリーン、あ待って今危ない、ステップバック、ステップバック、ステップバック、ゴイエス、今の最高、今日一、今今日一のプレス。さあカリー使いの考え戻ってきましたよ。これぞカリー使いっていうね、見せてばやっぱりね、 2K モバイル、あ面白そうじゃんっていう人がね、やってくれればこのゲームもね流行ると思うんで、つまんなそうじゃんって思われちゃったら終わりなんで、やっぱその魅力を引き出すのはやっぱカリーかなと。オーケー、いいよ。待って、やめて。ボコして。よし、ナイス。最後、カリー。最後っていうか、まだ時間は全然あるけど。部下から、カリーに渡して。カリー。カリー、君が持ったらもう、観客が総立ち。でも、ここはアウェイ。一回、ロードマンに渡して。中継だったんだけど、ロードマン。くそ。でも、剥がしてる。あーくそ。さあ、相手最後のオフェンスでしょうか。こう、最後、ボコしたいね。何？トラベリングなんだった俺もよくわからなかったけど。まあ、ラッキーラッキー。しゃ、これ最後っすね。22秒で。これ、カリー決めなきゃば。決めなきゃばいけませんよ。決めなきゃば。さあ、カリー。最後、これ、ドフリー。はい。いや、すごい。入ってくれよ、綺麗によ。もったいぶる入り方しやがってよ。オッケー、勝ち上げましたね。オッケー、最後スティール。ダメ。クソ。ボコして。オッケー、勝ち上げました。やりました。イエス。今日村正樹の NBA TV。はい、これでね、勝ち上げたんで、ないんでしょう。お、やった！あ、待って、俺すげえ勘違いしてた。そうだ。これガチャじゃねえんだ。確定なんだ。そう、シーズン値確定。カルーゾね、うん、カルーゾも結構4枚ぐらい持ってますけど、ありがとうございます。ということで、見事、クリアすることができました。はい、ということでね、カリー使ってシーズン28、クリアしてみたの動画でございました。ここもね、またカリー、もうどんどん使ってね、NB2K モバイルの魅力、みんなに届けたいと思いますんでね。では、今日はこの辺で動画の方は失礼させていただきます。また次の動画でお会いいたしましょう。では、バイバイ。いやー、この感じ、帰ってきたー。